なんかみんな来るし、なんだっけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ふざかは、なんか強い人がいっぱい来るから、こうハードルが高くなるというか、美品って言ったっけ？みんなだけやろ、あんまり掘らない？ねえ、遺品らしいよね。まあもちろん出たことはないんだけど。遺品、拾ったことある？こんな感じ。うわ、3段ある。大変。あれ見えてない？見えてる？ラッキーアロックはね、大変だったよ。なんだっけ。各画像が。ラッキーアロー、クアは取引所で買えるからいいんだけど、なんか改造しないとダメだよって言われて、めっちゃ改造した。昨日、他の人に聞いたら、どこから掘ってるって聞いたら、ラッキーアロー掘ったことないなら、そう、マノスクは、マノスクは、これ今見れるのかしら？これ、マノスクは、取引所で買って、頑張って、改造したんだよ。ラッキーアロのルール一応説明した方がいいかしら。この真ん中の、真ん中の花から根が出てるんだけど、その根を傷つけないように掘り出すゲームです。で、クワを使って、効果だったよ。けど、ほら、一個掘り出すだけで100万とか300万とかになるから、すぐ元取れるよって言われて、頑張ったんだよ。
ボス引きみたいに、ねえ、ジュリに記憶使うから、ほんと泣けてきた。溜めてた記憶をね、全部、吐き出した。うん。やっぱり、青が、朝掘りした箇所、ね、本当だよ。だってボス、1,2,3,4,5。この、改造の度合いによって、朝掘りする回数が増えるのと、深掘りした時の周りの掘れる回数、箇所が変わってくるから、そうなってくると、あれなんだよね。改造していかないと、こう、上手にね、ラキアロが掘れないの。新一まで改造したんだけど、新一だとね、まだ 100% 近く掘れないから、たまに失敗するんだよね、新一だと。だから仕方ないのでね、新二まで改造した。ガミってだって武器よりもマノスクワの方が改造進んでるんだ笑っちゃうでしょ。戦闘よりもクワですよ。クワ全然根が出てこない、今回。珍しい。こんなに根に当たらないんだ。これね、青いところが浅掘りした箇所。で、紫が土だった場所。黄色いところが、石か根じゃないかなっていう危ない箇所で。で、新2だと、深掘りしたときに、周りの掘れる土が6箇所です。で、浅掘り回収が、回収が20回なので、わぁ、全然目に当たらない今回嬉しい。なんかいい感じじゃないですか？目がない。目が出た。しかもお尻が出た。こんなとこにお尻が出たの？目が出たら落下。いや、どうしよう。3段あるよ、これ。うち、今まで3段とか掘ったことないんだ。
まだね、始めたばっかりなのラッキーアロハ。時間かかるよ。多分1時間半ぐらいかかっちゃう。みんなね、上手なんだよね。上手な人めっちゃ早いんだけど、あれ？ここに根があるの？間違った。間違ってるっぽい。あれ？違う。ここは？ここだって、こことここは空いて、危ない。ここ。ここも空いて、あれ？一個に一時間ぐらいかかっちゃう。こんにちは。なんだっけ？すごい上手な人たちはマロスクアを4まで改造して、この深掘りした時に周り8マス削れるようにしてたりとか、朝掘りの回数が多かったりするから、どんどん掘れるんだよね。改造の段階がまだ低いと、この、朝掘り回数が少ないから、よく考えてやらないと詰んじゃうんだよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい。ここ石。石何箇所？見ててもハラハラする？右上をちょっと掘ってみようかな。本当に根に当たらない、すごい根に当たらないんだけど、どうしちゃったらいい。1,2,3,4,5,6。ここは石。1,2,3,4,5,6。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6,7。こっちに根に入ってるか確認する？はい。わあ。根っこ枯れちゃったみたい。どうしよう、だって右下もうないのが確定したじゃないですか。こんなの初めてだよ。びっくり。
結構枯れちゃったの？ここ開けてみる？あ、石だった。本当に根っこ引かない。こんなの初めて。1,2,3,4,5,6,7,8。うん、ここら辺はまだあるっぽい。ここに根が来たから。1,2,3,4。ここが石だった。あと石が4箇所？あと2箇所？よう。2,3,4。2,3,4。あ、本当に目に当たらない。おかしい。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6。ここはある？ 1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6,7,8,9。この根は、ここのお尻の根は、こっから出てるのが確定したから、1,2,3,4,5,6,7,8,9。あと朝掘り8回？ここ掘ってみる？ここ掘ってみる？細い根が出た。しかも、こことここに赤が入った。6,7,8,9。あ、もうここほぼ決まりっぽい。1,2,3,4,5。ここねじゃない？1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,9,8,7,6,5,4,3,2,1。まだある。ここないっぽい。52箇所。あ、けどここ黄色だから、ここ根がある可能性がある？
もう出た。出ました。しかも5個目だよ。まあね、入ってると思わなかった。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。6。2、3、4、5、6、7、8。うわぁ、ここも根が出た。しかもここ。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ここも決まりっぽい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、1、2、3、4、5、6、あと6箇所。1、8、9。出た。よし。あと10箇所。そう。なんで？ここ石だ。あとは6箇所。あと6箇所。あと朝掘り回数2回しかない。こことここを朝掘りしとかないと、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ここ朝掘りしとかないとダメだ。インチ、ちょっと足りなくなってきた。朝掘り回数が結構ギリギリなんですよ。あと5箇所。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
石があるんだよね、可能性として。間違った。ここだ。大ピンチです。これはピンチにゃ。わあ、どうしよう。あと朝掘り回数一回だし。まあ石だよね。あと石が一箇所。土が4箇所 1,2,3 数がまた合わない。 1,2,3,4,5,6,7,8 朝掘り返せが足りない。1,2,3,4,5,6,7 わぁ、どう出ますか。あと土2箇所ここか、ここ。あと、ここ、1,2,1,2,3,4,5,6,7,8 ここ大丈夫っぽい？はい、あと1箇所です。と思うんだけど。あ、ちょっと待って、石がまだ出てないよ。石が出てないから、ここが石の可能性があるから、1,2,3,4,5,6,7,6 うわぁ、どうしよう。1,2,3,4,5,6,7 うわぁ、ここ掘ってみるしかない。うわぁ、ドキドキ。お願い、合ってたー、けど石だった。危ない。ありがとう。ありがとう。っていうのをあと2回やらなきゃいけないの。あと2回やらなきゃいけないんだよ。そうすると、この希少ラキアロっていうのがもらえて、800万。
800万ぐらいだと思うんだ。大変じゃない？これ結構。これがもう一段階改造が進むと、周りが掘れる回数箇所と遊ぼりの回数が増えるから、すごく楽になる。5本目が出た。もう、超ドキドキですよ。一回失敗しただけで800万が500万になっちゃうよ。800万かな？ 1000 万かな？掘ったことないからわかんないけど。なんか今回根が多い。あらあら、いい感じに掘れるっぽい。美味しい。石がいっぱいあるから、気をつけて掘らないと、ブアの耐久がなくなっちゃうと大変。緊張して手が震えてきた。手が震えてきたよ。よくエピックペンとかでやってる方がいるよね。
いい感じっぽい。これはいい感じっぽい。これも右上がなくなっちゃった。1,2,3,4 ってことはないから、だけど石の可能性があるのか。ここ一回掘らないとダメにゃ。石が確定してくれない。ここに根が入ってるから、わかんない。1,2,3,4,5,6,7,8,9 まだカードがある。カードあるから、ここを掘ってみよう。ここが黄色になる。ここが黄色ってことは、いや、石の可能性かな。難しい。難しい。1,2,3,4,5,6,7,8 うわ、つらいにゃ。これはつらいにゃ。慎重に掘らないとだよ。だってほんの一回失敗しただけで何百万がなくなっちゃう。1,2,3,4,5,6,7,8。
1,2,3,4,5,6,7,8,9。ここが石が確定した？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 ってことは、ここは大丈夫になった？ここは開かなかったのが怖いな。これ石っぽいにゃん。この根は 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 けど 1,2,3,4 ないのか。ここないから 1,2,3,4,5,6,7,8 がある。怖すぎる。ここら辺一回入れなきゃダメ。あと朝掘り返せ9回。ここに朝掘りを入れて、ここ黄色じゃないですか？石があと7箇所もあるのか、困ったにゃ。なんか勝った気がする。1,2,3,4,5,6,7,8。 ここは決まりっぽい。
こは決まったから、あとは1、あと7回も残ってるじゃないですか。7回も残ってるなら、ウニウニウいっちゃうよ。あったっぽい。あと土は？あと2箇所だって。1、2、3、4、5、6、7、8。ありがとう。2段階目終わった。全然わからない。ありがとう。いくつかルールがあって、ありがとう。根の長さは6から9。はい、一番短いので6マス。一番長いので9マスなのね。で、5マス目が必ず太いのから細いのになってる根っこになるっていうのが根っこのルールで、あと、マロスクワを、例えばこの位置を浅掘りしたとしたら、土っていうのは、1番、2番、3、4、5、6、7、8っていう順番で周りが削れていく。で、うちの場合最大6箇所削れるから、ここ掘って周りが全部土だったら、1、2、3、4、5、6っていう感じで削れていくのね。で、例えばこことここに根が入ってたとしたら、ここ浅掘りしたら、1、2、3、4、5、6っていう形で、土が掘れていく。例えば、こことこことここに土が入って、根っこが入ってたら、1、2、3、4、5、6っていう形で、土が削れていくんだけど、そういうルールを、組み合わせて考えて、根っこを探していくんだよ。ということで、ラスト行きたいと思います。ちょっとね、大変。けど、覚えたら、金策としてはものすごい金策になるよ。間違えた。
今この9の愛を浅掘りしたんだけど、この時惚れたのが、こことこことこことここが惚れてるから、1,2,3,4,5ほら、本当はこことこことここも惚れてなきゃいけないのに惚れてないから、こことこことここには2回死があるのがわかるんだよね。で、例えば根がこっから生えてたとして、ここから生えてたとして、1,2,3っていう短い根っこはありえないから、1,2,3,4っていう根もないから、多分ここは石なのがわかるんだよね。というふうな考え方をしていく。で、これ、今ここの G の12を浅掘りしたら、この根っこが出てきたんだけど、これ太いのから細いのに変わってるから、これは5番目の根っこだってわかるのね。よかった、わかった、ほら。で、これ5番目の根っこが、太いのから細いのになってくってるでしょ？この5番目の根っこが出ると、もう、根っこがどっから生えてきてるかっていうのが分かっちゃうのね。例えばこれは1,2,1,2,3,4,5っていう順番なのが確定するんだけど、例えばここから根が生えてて、1,2,3,4,5,6って6番目になっちゃうから、この5番目の根っこが出たら、もうこれで、1,2,3,4,5、6個目までは根っこがどこに入ってるかがね、確定しちゃうんだ。だからこの5番目の根っこが出るとみんなとっても喜ぶ。浅掘りして根が出てきた。うわ、石が出た。どういうの？ポイントです。今ここ浅掘りしたんだけど、ここ右上掘れてないでしょ。だからここは多分石か根なんだよね。これ5本目じゃない？こんなとこに5個目が出るの？1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 で決まり？こんなとこに5本目が出るの初めてだわ。
ここ朝掘りしたんだけど、ピンシュのラッキーやろ。ここに目がなかった。123。123。あら、もう、1234ってことはないから、1234567891。ここは多分目がない。こことここは。ら、この、右の角に見えてる根は、多分こっちから来てる根なんで。123456789。どうなってんのこれ。どうなってんの ?123123456789。あ、そんなことなかった。123256。あ、こっちから来てるんだ。となると、こことここは、あれだから。危なかった。危なかった。今、超油断してた。絶対右上ないと思ってた。根っこ。あるじゃないですか。どう危なかった今。もう深掘りしちゃっていいかと思って、深掘りするところだったよ。ここに根っこあるって。根っこ?いや違う、これ石の可能性がある。怖い。石が多すぎるんだよ。これ石が多すぎるんじゃないですか?失敗したくない。あと10画素。6、7、8。ここら辺大丈夫なんだけどな。あ、ダメだ、ある、まだ。怖い。怖い。ここ大丈夫じゃない?右上。大丈夫だ、ここ。怖いよね。ここ掘ったら、こうやって掘れたから、ここに石があるのが確定した。あと10箇所も石が入ってるの?借りづらいよ。こことこことここが掘れたから、ここ石っぽい。右からは?あ、石じゃないの?あと9箇所。石どこ?
1、2、3、4、5、6、ほら、もうしょうがないね。あと土何箇所？31箇所？大ピンチっぽい。2、3、4、5、6、7、8、9。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28。どうしよう。あと9回。石が多すぎてわからない。ここ全部石だ。まさか縦に3つ石が並んでるなら思わないじゃないですか。相当危なかったよ今。絶対ここねだと思ってたもん。6、7、8、9。この5個は大丈夫だから、ここは後回しにして、ちょっと色変えとこうかな。多分ここの5箇所は大丈夫だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、1、8、9。どっちかだ。あら、他のとこを攻めましょう。ここに根が入ってるかどうかを知りたいから、どうしたらいいですか？どこを掘るのがいい？ここに根が縦に出たら、1、2、3、
右は根がないのがわかる。いい。ここを入れちゃいますか。怖い。出ない、根が出ない。ここはサボりしたら、こう削れたから、こことこことここは、電池帯だということが分かって、ここに石が入ってることが分かって、1、2、3、4、5、6、7。今隠れてる石の数が7個が分かってるから、隠れてる石があと5箇所。1、2、3、4、5、6、7、8、9の可能性があるから。ってことは1、2、3、4、5、6、7、8、9。こっちの下の根が一番伸びてたとしても C の12まで。うん。こっちの根が、これが6個目だっていうのがサイコでもわかるから、6、7、8、9ってわかるから、こことこことこことここは安全なのがわかるから、ここは開けちゃう？本当に大丈夫？大丈夫だよね。怖い。ここ石の可能性があるから、となると、1、2、3、4、5、6、7、8、9の可能性がある。ドキドキする。ただここはまだわからない。いや、ちょっと待って。あ、そうだ、ここはサボりしてるけど、ここはわからないんだよね。1、2、3、4、5、6。わあ、大変。で、だいたいここら辺下の方もわかったから、6、7、8、9?6、7、8、9? 多分ここも大丈夫なにゃ。A の8?多分 A の8も大丈夫。6?5? うん。この向きで、これがこの向きで入ってるってことは、まあ5だとして、ここにこういう向きで入ってる可能性ある。ここにこういう向きで入ってたら、うん、こうない。ここに、こういう向きで入ってると、1、2、3、4、5。ここに1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6。根が出た。根が出たよ。こういう風に根が確定したから、1、2、3、4、5、6、7、8、9か。8、9、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8。ここら辺は根が、この根が、D6 の根は、D9 と繋がってるのが分かったから、ここに黄色があるんだよね。B の5?
あと朝掘り何回？ 6 回？ 5、6、5、6、信じらんない。なんでピンポイントで石なの？けどこことこことここが黄色なのが分かったから、1、2、3、4、5、6、7、8、9だ。やけどまだ石が残ってるから11でしょ。1、2、3、4、5、6、7。あと4箇所石の可能性があるから、ここまだわからないんだ。怖い。けど、1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。あ、ここに根が入ってる可能性もまだ残ってるんだ。箇所1回、2回、3回、4回、5回。うわ、1回足りない遊ぶり回数が。うんだにゃ、これは。怖すぎる。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。これどっちかわからないんだよね。どっちかわからない。1、2、3、4、5。ほら、ここを掘っちゃおう。ここを今掘ったら、こう掘れたけど、こことこことここが掘れなかったから、こことここが石なのが分かって、1、2、3、4、5、6、7、8、9。石の場所は9箇所分かった。石が分かってないのが2箇所。土が7箇所。あと朝掘り3、4回。土が5箇所。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ありだから。
こは多分大丈夫だから、あと1、2、3。もう苦しくなってきた。苦しくなってきたよ。もう、6、7、8、9。あ、これ石じゃないですか？よく見たら。10。これ多分石だ。信じられない。ここに根が出るの？どう予定外なんだけど。1、2、3、4、5、6、7、8、9だ。その後ここ2箇所石っぽい。2、3、4、5、6、7、8、9。石が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で石の数が確定したから、あとは朝掘り3回、土が5箇所、土が1箇所はここ、これちょっと待った方がいい。この石の可能性もあるんだ。となるとここが選択だから、嘘でしょ。なんでここ掘れないの？いや、ここ掘れなかったから。ここ石だって。大ピンチだよ。信じられない。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あと朝掘り2回ですよ。大ピンチですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。石があと1箇所。どっかに石が入ってる。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8でここが石の可能性もある。もうそこら中可能性だらけですよ。あ、ここがないからここ掘っとく？ここに石が出たらもう超ラッキーだったのに。出ないの？あと土3箇所。根が出た。ここに根が出たから、1、2、3、4、5、6、7。まあ、石が残ってるから、ここ確定じゃないじゃないですか。あ、もう超大ピンチになっちゃった。本当に大ピンチになっちゃいました。
こ根が出たから。1、2、3、4、5。あと何箇所？ 3 箇所ですよ。ここか。うわ、どうしよう。石がわからないとどうしようもない。ここから行く。ここから行きます。だけど土の数が足りない。土の数が合わない。何かを見落としてるっぽい。違ってる。ドアの体型どれくらい残ってるんだろう。ドアの体型19残ってる。石掘ってみよう。もう右クリックと左クリック間違えたし、ここ石じゃなかった。石じゃなかった。うちだった。あと2箇所。やばい、ピンチです。2分の1になりました。2分の1になりました。2分の1です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。
と4箇所も石があるって。ここか、ここか。J6 か、AI のどっちかが、どっちかが土です。朝掘り回数がないので、2分の1、50%。1、2、3、4、5、6、7、8、9か。1、2、3、4、5、6、7、8、9か。ここが、石か根の可能性があるから、ほんのちょっとだけ。いや、けど石の可能性の方が高い？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9は確定してるから、ここは石がある、その可能性が高いから、ここ掘っちゃおうか。石出た。石出た。やっぱり石だ。1、2、3、4。あと石2箇所。ここが石の可能性。石、石、石、石。二分の一。もう本当に二分の一の運だから掘っちゃうしかないね。多分、ここが黄色だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここが根の可能性。石が5個縦に並んでないことを祈って、この愛の6を、掘っちゃいたいと思います。いくよー。せーの。はい。できたー。ありがとう。これはラッキーアローって言って、あの、この真ん中の、真ん中の、花の根を探すゲームで、根を傷つけないで、全部掘り出すと、こうやってラッキーアロー、あ、見えてない。ちょっと待って。こうやってラッキーアローっていうのが掘り出せるのね。ねえ、このラッキーアローっていうのを掘り出すと、うん、そんなのあるの。で、これを右クリックすると、ラッキーアローがもらえるんだけど、どう、ラッキーアロー？で、青以上だと、硬いが確定でもらえて、10、100、1000万、10万。はい、今ので1000万ですね。1000万シルバーありがとう。美味しいでしょ？どれくらいやってたかな？結構長い時間やっちゃったけど。これが、黒い砂漠のコンテンツの一つでラッキーアローってやつなんだけど、
最初にこのマノスクはっていうのを手に入れて改造ができれば相当いい作になるから相当の金策になるから、初心者さんだったら武器を改造するよりもマノスクワを改造した方がお金が儲かる、ものすごい儲かるって言われてるんだ。ルールが分かればね。これは相当疲れたっぽい。何、3段を掘ったのは今日が初めてで、すごい緊張して手が震えた。テスト配信だったんだけど、なんかすごいことになっちゃった。ありがとう。一緒に遊んでありがとう。遊んでくれてありがとう。ほんと嬉しい。一緒にね、考えてくれたからすごい心強かった。失敗したら、ね、せっかく一緒にいてくれたのにって思って頑張った。ということで、今日のトロイサワクのツイッチの初配信はここで一旦終わりにしたいと思います。ありがとう。また定期的にこっちでも配信していきたいと思ってるので、よかったらフォローしてください。と、普段は YouTube の方で夜9時から配信してます。だんだんこっちに移行してこようかなとは思ってるんですけども、よかったらまた遊んでください。お願いします。はい。それでは、また会えることを楽しみにしてます。あ、ありがとう。アイゼンさん、ありがとう、コメント。ありがとう。ありがとう。また会いたい、みんなに。はい。それでは楽しみにしてます。ではでは、お疲れにゃんにゃん。バイバーイ。あ、声が変になって。バイバーイ。